はい、こんにちは。相対性理論の授業を始めたいと思います。今日は、時間の遅れなどを計算してみましょう。相対論で一番有名な話じゃないですかね。動いている人の時計が遅れる。動いている人の時間は遅れるんだっていう、話を聞いたことあると思うんですが、それを実際にですね、計算してみましょう。なんか噛んでばっかりなんですけど。はい。ローレンツ変換を勉強しましたね。式としてはこのようなものでした。今、静止系 S。で、静止系は、このダッシュっていうものがない座標で書かれているものです。それに対して、一定速さ、X 方向に一定速さ V で動く座標系、S ダッシュ系。その系では、このダッシュ付き。座標はダッシュ付き。時間もダッシュ付きで書かれていました。それはガリレイ変換。まあ、もともとはこのガリレイ変換で習っていたものなんですが、光速は誰から見ても、光の速さは誰から見ても同じっていう条件から、ローレンツ変換が正しくな、に、修正を受けなくてはいけない。で、その結果、このガリレイ変換は、このように、ローレンツ変換に修正を受けることを勉強しましたよね。で、C 無限大でガリレイ変換にこれは戻ります。さて、ここをもうちょっと見てやりましょう。今、X 方向に V を動いていて、Y 方向については、Z 方向については何も式の変形は受けなかったので、今からですね、この YZ 方向はとりあえずちょっと無視して、X と T だけに注目してやりましょう。さて、これを見てやると、まず X のところに、X の変換にこの T が混じり込みます。それから T の変換に X が混じっていきます。なので、この長さと時間、空間と時間が混じるように見えるわけですが、ところがこれ、比較しようとしたときに、こっちは長さの次元ですし、こっちは時間の次元なので、混じるって言われても、まあ、その次元が違うので見にくいですよね。なので、次元を一緒にしたいですよね。そういうわけで、下の式の辺辺に、両辺に C をかけてやります。そうすると CT っていうものは長さの次元になりますよね。なので、このように書き換えることができます。ちょっと近づいてきましたかね。で、これ何回もこのルートなんちゃらって書くのもうめんどくさいので、二つの、なんか、文字を決めましょう。C 分の V をベータと書きます。そうすると、このベータを使うと、ルート1引く C 乗分の V 乗分の1っていうのが、まあ、このように書かれますよね。で、この量のことをガンマと名前を付けましょう。そうすると、こう書けます。だいぶ見やすくなってきましたかね。で、まだちょっと CT と X で、見にくいので、CT っていうものを一文字にしちゃいましょう。X を X1 というふうに名前を付けます。それから CT を X0 というふうに名前を付けましょう。まあ、0っていうのは時間。1が X 方向っていう感じです。そうすると、このようになります。だいぶスッキリしませんか？すごくスッキリしてきましたよね。なんかちょっと混じってる感じがしてきました。さて、これを、まあ、順番入れ替えて、0、1、0、1の順番に書き換えると、このようになります。で、ここまで書かれると、なんかこう、ね、行列で書きたくなりますよね。で、行列で書き直すと、このように。なりますよね。こう書けます。なんか見覚えないですかね。なんか似た感じの僕たち知ってますよね。何でしょう。はい。二次元回転です。二次元回転。XY っていうなんかこういう座標があって、それを、シーターだけ回転してやると。
座標を回転してやると。そうすると、まあ、こんな風に書けますよね。で、ここで、シーターが、まあ、非常にちっちゃかったとすると、小さい回転だったとすると、このサインっていうのは、テーラー展開して、シーターなん、足すなんちゃら。それから、コサインっていうのは、1引く2分のシーター2乗なんちゃらにかけて、まあ、シーターは微小量として、この1時まで取ってきたとすると、このように書けますよね。1シーターマイナスシーター C、1です。似てませんか？そっくりですよね。そっくりです。違うのは、ここがプラスなのと、まあ、両方これマイナスなんですよね。そこだけ違います。さて、ここでですね、ちょっと言いたいのは、まあ、物理で最も大事な概念の一つである、この対称性というものです。対称性って何だったかというと、ある変換をしたときに元に戻るとき、それは対称性を持つと言います。例えば左右対称、ドラえもんとかですね。それはこの中心線に対して右と左をこう入れ替える変換を行ってみると。で、その入れ替える変換を行ってみたときに、元に戻ったぞと。ドラえもんとか、元に戻りますよね。それは左右対称性を持つと言います。で、なんで対称性がそんなに重要かというと、実は対称性があった場合には、この保存則っていうものが非常に関係していることが分かっています。例えば、ラグランジャンを考えて、でそのラグランジャンに時間というパラメータがあったとしましょう。その時間のパラメータをほんのちょっと動かしたときに、またラグランジャン、元のラグランジャンに戻りました。変換したけど、元に戻る。変わらない。時間に対する対称性が、時間をずらした時の対称性がある。その時には、エネルギー保存則が出てきましたね。解析力学でやったと思うんですけれども、まあ、エネルギー保存則っていうものが出てきます。それから、例えば、X 方向をちょこっとずらしてやったとすると、としても変わらなかった。そうすると、X 方向の運動量保存則が出てきます。例えば、こう、ちょっと回転したと。ある軸に対して、ちょこっと回転したけど、元に戻る。その時は、その軸の周りの核運動量保存則が出てきます。このように対称性を見ることで、何がこの形に保存量があるのかっていうことが分かってくるわけですね。だから非常に大事なものです。保存則を知っていると、なんか細かなこう、現象、ダイナミクス、なんかある反応とかを、いちいち気にしなくても、これは絶対保存するはずだからっていうのが、で、いろんなことが分かっちゃうわけですよね。だから非常に強力なツールです。さて、じゃあこの二次元回転しても変わらないもの、この二次元回転、二次元変換をしたときに保存しているもの、変わらないものは何でしょう？はい、何ですか？何でしょう？長さですね。そうです、そうです。長さです。なんかこう、バトンをくるくる回したとしても、長さ変わんないですよね、バトンの。まあ、孫悟空の如意棒とかはくるくる回すと伸びるのかもしれませんが、普通の棒とかなんかは変わらないですよね。まあ、コップをこう回転しても、鉛筆を回転しても変わらないですよね、長さは。そうです。なので、長さなので、まあ、長さの2乗を取ったとして、この、ダッシュなしの長さ、それからダッシュ付きの座標で見たときの長さ、止まっている、元々の、この座標で見たときの長さと、このぐるーっと回転して、斜め右から見たときの長さっていうのは、まあ、当然変わらないわけです。さて、じゃあ、このローレンツ変換で、変わらないものは何でしょうね。まあ、似てるわけですよね。こう、二次元回転に似とるわけです。で、変わらないもの何でしょうね。何でしょう。サクッと答えられたらすごいな。何でしょうね。答えはですね、こういう量です。さっきここプラスだったんですが、マイナスです。本当？って思うでしょ？やってみましょう。何でも確かめましょうね。
まず構図ですね。この量は行列で書き直すと、まあ、このように書けますね。まあ、間に1、マイナス1っていうのを入れておくと、ちょうどこのマイナスが出てきますよね。じゃあ、これダッシュ付きなので、ダッシュなしに書き換えます。まあ、この式を使うわけですね。ダッシュなしにこう書き換えてやればいいわけですね。で、あとはこの間の、これを計算していきます。まあ、行列の計算を、まあ、コツコツとやっていくと、こうなります。なので、こうなったと。やってみてくださいよ。簡単なので、やってみましょうね。これ確かめられます。答えはこういうものです。長さみたいなもんなんですが、この引き算、時間のところ、時間から空間を引いた。時間の事情から空間の長さの事情を引いたようなものですね。それが変わらないって言ってるわけですね。まあだから、時間、もともとこれ時間でしたよね。時間のところから空間のところを引いたもの。これが変わらないと。で、ここで言ってるのは、要するになんかこう、混じり合っちゃったわけじゃないですか。回転みたいな感じで。回転とはちょっと違うけど、この符号が違うので。回転とはちょっと違うけど、時間と空間が混じっちゃったわけですよね。この動いている人からすると、動いている人の時間と空間は、止まっている人の時間と空間との混じってきちゃったって言ってるわけですよ。で、その混じっちゃって、じゃあ、なんかすってんてんによくわかんない風に混じってんのかなって思うときに、じゃあその不変量を考えたら、知っていたらいいですよね。不変量は、この引き算の量なんだと。長さみたいなもんだけど、長さじゃなくて、時間の事情から空間の事情を引いたような、そういうものっていうのが不変量で変わらない量になっています。じゃあちょっと軸もうちょっと見てやりましょうね。まず、この座標見てありますよ。普通の座標です。で、この軸ですね。X 軸っていうのは何かというと、時間が0のところですよね。時間が0のところです。この X0 座標が0のところ。ここ1秒、2秒とかこういうところでしょ。時間が0のところのことを X 軸ですよね。で、同じようにそう考えると、ダッシュの X ダッシュ軸。ダッシュがついた軸っていうのは、ダッシュがついた時間が0のところのはずですよね。X0 ダッシュが0のところです。じゃあ、それどんな風だったかっていうと、まあ、これに入れてやればいいわけね。で、そうすると、これが0ってことでしょ。X0 ダッシュが0。だから、この動いているダッシュ付きの人の時間が0っていうラインを、この元々の止まっている人の座標の上で書くと、このように書ける。このようになっているぞっていうことですよね。で、これはどういうことですか？傾きがベータの線ですよね。直線ですよね。傾きがベータの直線だから、動いている人の時間が原点、時間が0っていうラインは、この傾きがベータの止まっている人の座標上では、止まっている、傾きがベータのこの線になるわけです。じゃあ今度、t ダッシュが0のところはどういうところかっていうと、今度はその x ダッシュが0のところですよね。いいですか？逆に、時間が0のところっていうのは、時間が0のところっていうのは空間のところが0の座標のことですよね。もともとだったらここのラインなので。X が0のところのラインですよね。同じようにダッシュでいくと、t ダッシュが0のところっていうのは、x ダッシュが0のはずです。それはここで計算することができて、こういうところですよね。ダッシュなしのところで見てやると、こんなラインになります。で、この線っていうのは、ここで見たとき、こっちから見た傾きがちょうどベータずれているようなところですから、こんなラインになります。こういうところです。二次元回転だったとすると、こことこっち側に行ったんですけど、こっち側に行かずに、こっちに来た。つまり、こう、ひしゃげたわけですね。もともと、こう、正方形、こう、方眼紙があったガリレイ座標が、この、ぐしゃっと潰れた感じで、平行四辺形のマス目になったという感じになります。
なので、例えばこの、C を無限大に持っていってやるとすると、この傾きは0に行きますよね。だからちょうど、元の止まっているところに戻ります。ガリレイ変化に戻っているわけですね。まあ、あるいは V が0に行っても、戻りますよね。ベータっていうのは C 分の V でしたよね。C を無限大、あるいは V を0にすると、このひしゃげ具合は元に戻って、元の正方形のマス目の座標形に戻るわけです。で、一方を V を C に近づけていく、高速に近づけていくとどこになるかっていうと、ちょうどこの45度のラインが、これが高速のラインですよね。光が走るスピードのラインです。なぜかって言ったら、ここは X イコール CT だからです。高速で走っていると。高速で走るところにどんどん近づいていくわけです。こっちもどんどん近づいていきますよね。だからめちゃめちゃひしゃげていくわけです。この元々のこの正方形の座標形がものすごい歪んだ平行四辺形の座標形に、行くわけですね。さて、止まっている人の同時刻っていうのは先ほども言いましたが、こう横のこの平行な線ですよね。ここ0秒、1秒、2秒、3秒みたいな感じですよね。で、一方、動いている人の座標、同時刻っていうのは斜めのラインになりますよね。この線です。ここが0秒でしたね。1秒、2秒、3秒、4秒みたいな感じ。こういうラインになってきます。いいですかね。さて、止まっている人はこういうふうになっていて、それに対して光、まあ、逆方向に行ったとすると、こっち側ですね。逆向きに。それは、この45度の線でした。で、この線っていうのは、先ほどのこの時間軸っていうのはどんだけずれていくかっていうと、さっきはこういうふうにずれてきましたよね。でも、時間のところまでしか行けなかったですね。で、逆方向に動いていくと、これ逆方向に傾いてきます。なので、まあ、こういうところ、時間軸が取れるっていうのは、まあ、こういうところと、こういうところの間です。こっちまでは絶対行けないんですよね、時間方向。僕たちは高速を超えられないので、この時間軸っていうのはこっちまで来ることができません。ここを乗り越えることは絶対できないんですね。なので、ここの領域っていうのは、時間的領域と言います。で、ここの領域は、まあ、空間の方がここまでしか行けないので、空間的領域と言います。僕たちが例えば止まっていて見える世界っていうのは、この、こことここが、なんだ、過去から来た世界、見える世界で、ここが未来に見える世界。で、この領域っていうのは僕たちは知ることができない未知の領域なわけですね。半分は見えないわけですよ、僕たちは。で、さっきの不変長さがありましたよね。これ誰から見ても同じ長さっていう量でした。時間の事情から空間の事情を引いたもの。それを不変長さと呼びましょう。これは S 事情と書いておきます。で、ちょうど、高速、光の速さは、S 事情イコール0になりますね。X イコール CT ですからね。ちょうど、ね。で、この S 事情が、正の部分っていうのが、まあ、こっちが大きいところ。まあ、時間軸がここしか取れないところですね。ここが、S 事情が正です。で、こう空間的領域っていうのは、S 事情が負の領域になってきます。さて、今、X 方向だけ考えたわけですが、X、Y、Z を考えたいですよね。で、3次元の回転っていうのの不変量っていうのは、当然その3次元の棒、3次元でこうぐるぐる回した時の棒の長さが変わりませんから、こういうものです。それで、3次元空間たす1次元のローレンツ変化。まあ、今、X 方向にしか動いてないとしましたが、実際には Y 方向、Z 方向にも僕たちは動けるので、そっち方向も考えたら、単に拡張すればいいだけで、これは3次元空間たす1次元空間のローレンツ変化をすればいいと。で、その時の不変量っていうのは、さっきと類推通り、このようになってきます。で、群で言うと、まあ、こういうもの。この、3次元の直行回転。3次元の直行回転は SO3 というものです。先ほどは2次元だったので、SO2 ですね。
で、それに対して、これ、ここだけ符号違うじゃないですか。ここだけ符号が。他のところはみんな同じ符号ですが、ここだけ符号が違うので、符号1個違うのがあるよっていうことで、こういう量は SO31。量じゃないな。こういう群は、変換群は、ローレンツ群のことは SO31 と呼ばれます。この S っていうのは、デターミナントが1ってことですね。このこれかけるこれ、コサイン事乗引く、サインかけるマイナスサインなので、コサイン事乗足すサイン事乗は1なので、それが1っていう意味がこの S です。まあ、要するに回転したときに、その大きさが変わらないよっていうことですね。棒が伸びたりせえへんよっていうことです。はい。じゃあですね、ローレンツ収縮を計算してみましょう。聞いたことありますかね。長さが、動いている人の長さは、動いているものの長さが縮んで見えるっていうのをローレンツ収縮と言います。で、その計算をしてみましょう。ロケットにですね、彦星くんが、まあ、真ん中に乗っているとして、それを乙姫様がですね、こう外からそれを見ているという状況です。どんな状況やねんっていう感じですけど、そういう状況を考えましょう。さて、物の長さを測るといったときに、まあ、例えば電車の中に乗って、ある車両に乗ってたとしましょう。この車両何メートルくらいかなと思ったときに、それどう判別、僕たち判別してるかっていうと、この、先頭側の方の壁と、テール側の壁から同時に出た光が、このぶつかるところ、まあ、ぶつかるところにこの彦星さんがいらっしゃるんですけれども、それで、まあ、ぶつかるところで、まあ、入ってきて、それで判別できるわけですよね。ああ、この車両10メートルぐらいやな、とか、わかるわけです。で、まあ、そう、ぶつかるところで、まあ、要はわかるわけですよね。さて、で、これはもう当然、ロケットの中の彦星さんの話なんですけども、その外から見た人の、乙姫様から見た時の同時刻っていうのを、彦星さん視点で見たらどうなるかっていうことですが、これ、ロケット動いとるので、なんだ、乙姫様から見た時には、動いてる分だけ、この光が、どこでぶつかるかっていうと、動いちゃったので、ちょうどこの彦星さんよりも、もうちょっとこの、テール側で光はぶつかるはずなんですよね。動いちゃってるから。なので、それをですよ、この彦星さん視点で見たとすると、この辺でぶつかるわけでしょ？ってことは、先にこう光が出てきて、トップから。で、テールから、もうちょっと後で出てきた光ように、彦星さんには、彦星さん視点で見るとそういう風になってるわけです。それがこの外から見た人の同時刻なので、ちょうど外、元々よりもこの分だけ、走ってる分だけ縮んじゃうわけですよね。縮んで見えるわけです。つまり同時刻、僕たちは、同時に入ってきたものを見て長さとか判別するわけでしょ。同時刻にこの網膜に焼き付けたもので判別するわけですよね。なので、ロケットはこの縮んで、外から、乙姫様からは縮んじゃって見えるわけです。これがローレンツ収縮です。まあ、もうちょっと計算してみましょうか。今このロケットが V でこっちに動いてるとしますよ。で、ロケット一定速さ V で動いています。まあ、ロケットの座標形ですね。それ S ダッシュとしましょう。で、S 系の、静止系のところは乙姫様の座標形です。で、さっきのこの、こういうのを見てやると、ローレンツ変換をしてやりましたよね。ダッシュっていうのが、ロケットの中の彦星さんからの同時刻。で、乙姫様は外で見ていて、ダッシュがないやつですね。この、外の人から見た同時刻っていうのはこのラインで、ロケット内で見た同時刻っていうのはこの斜めの線でしたよね。で、本来のロケットはこの長さですよね。飛行士さん視点で見たのが本来のロケットで、それに対してこの乙姫様の同時刻っていうのは、まあ明らかに短いですよね。これを見てもロケットの長さは短くなっているってことがわかると思います。
で、まあ、もうちょっとちゃんと計算しましょう。外から見ている人の同時刻で、このここの点ですね。まあ、A と B っていうふうにしましょうね。A と B、A と B。この外から見た人の、見える長さ。このここの点を XA、XB として、そこ、外から見た人の同時刻なので、T、それを T としましょう。で、外から見た人の同時刻。この B についても、B 点についても、外から見た人の同時刻なので、この T は全部共通です。それに対して、このように書くことができるわけです。で、TA、中の人にとっての、それは同時刻じゃないわけですよ。いいですかね。ここは外から見た人の同時刻だから同じだけども、その時に、外から見た人の同時刻は決して中から見た人の同時刻ではないわけです。だから TA' と TB' は違うんですよ。で、本来のロケットの長さっていうのは、ロケットの中の人、ダッシュの人で、ダッシュの人の、テールから、トップまでの長さですから、XB'-XA' ですね。で、XA、XB を、は、XA'-XB' で書いてやると、このようになっています。で、外から見ている人のロケットの長さっていうのは、ダッシュなしの XB-XA ですね。これが外から見ている人のロケットの長さです。で、このダッシュ付きの XB'-XA' と、XB-XA の長さの比較をしてやると。で、XB-XA は、まあ、ここからこのように計算できますよね。で、それはこのようになっています。というわけで、このベータっていうのは、まあ、C 分の B、C 分の V でしたね。だから、1より、まあ、0以上なわけですよ。0以上なわけです。止まっていたら0ですよ。止まっていたら元の長さと同じ。でも、動いていたら必ずこれ1引く何とか、ベータ事情は正の量ですから、これ、ここの長っていうのは1よりも、このルート1引くベータ事情っていうのは1よりも小さい量ですよね。だから、もともとのやつよりも必ず、ね、縮んでしまうということを言っています。じゃあ次に、時計の遅れ、時間の遅れを計算してみましょう。まずですね、この、彦星さんが持っている時計っていうのはこれ C' っていう時計を持っていたとしましょう。で、乙姫様は、まあ、こことここの場所、X1 と X2 の場所に、こういう C1 と C2 っていう時計を置いておくとします。で、まずこの、通過するときにですね、彦星さんのロケットが通過するときのを、こことここ合わせましょう。で、この時間をお互いのローレンツ変換をしてやると、こうですね。で、次、ここに来た時の時間。ここに来た時の、こっちの時間が T2 で、こっちの時間 T2 ダッシュで、ローレンツ変換で、この関係を見てやると、こうでしたね。というわけで、こういう関係が出てきます。さて、こことここを見てやって、この C ダッシュ。彦星さんが X1 から X2 まで要した時間っていうのは、SK で見たときっていうのは、この T2-T1 ですね。ダッシュ付きじゃないやつです。ダッシュ付きじゃないやつ。止まっている人が、乙姫様で見た時間ですよね。T2-T1。一方、同じことっていうのが、この、彦星くんが見た、彦星くんで測った時間、同じことを彦星くんが測った時間は、このダッシュありのやつです。T2-T1' ですよね。なので、この T2-T1' っていうのを、さっきのこの関係から、元の T2-T1 で書き直してやると、このように書けて、いいですか？ダッシュなしで書き直すわけです。で、ここの量っていうのはまさにこの V×T2-T1 ですよね。これ、だって、もともと、ダッシュないから。で、これを入れてやると、こんな式になります。で、これさっきも言いましたが、ルート1ベータ事情っていうのは1、
1以下ですよね。だから、時間の間隔がこんな風にちっちゃくなるわけです。つまり、C' っていうのは C1、2 よりもゆっくり進むんだっていうことがわかるわけですね。こっちで、1秒かかったのが、例えば10秒かかるとか、そういう感じになるわけです。で、今この量ですね。この量。T' ルート1行くベータ2乗の T。で、これは C' が測った固有なものなので、まあ、ここにこう、こことここにこう置いておいたのとは T とは違いますよね。で、これちょっと書き直してやりましょうか。で、これを T と、それから V。V っていうのはこういう量でしたよね。速さ。を使ってやると、このように書き換えることができます。で、ここまで見て、おと思った人はすごいですが、こうですよ。これ書き直すとこうですよね。で、これ時間の事情から空間の事情を引いたものになってますよね。つまり、ローレンツ不変量です。ローレンツ変換で不変量。で、これを固有時間と名前を付けて呼びます。というわけで、まあこれ、この量っていうのは、ローレンツ変換で不変な量になってるんですね。なんか t だけ持っているので、なんか、なんですかね、時間だけ特別扱いしたように見えるんですが、このセットで見ると、時間も空間も考慮した量になってるんですね。はい。というわけでまとめですけれども、ローレンツ収縮は計算によって、まあ、こんな風になりましたね。ちょっと縮むで見えたと。それから時計の遅れ、時間の遅れっていうのも同じ量で遅れることが計算でできました。これでなんかこう、耳だけで聞いてると、なんちゅうの？なんか、なんかすげえ不思議な世界だなとかって、細かいな、その理論とか、もう難しくて、僕には、なんか、やる気も起きんわ、みたいに思うかもしれませんが、そんなに大した計算じゃないですよね。使うのは、ルートとかその程度でしょ？だから、やってみたら、できるじゃん。ね、やってみましょう。はい、それでは次回もいろいろ勉強しましょう。さよなら。